16位を死守することができるかという非常に重要な一戦、高いモチベーションで臨むでしょう。一方の大分はその徳島の背をしっかりと捉えています。この時間帯は大分がボールを持ちます。下田から鋭いパス、シュートができた。隙をついて伊佐、枠内を捉えました。迷いなく右足合わせていきました。抑えています。まあ、この大分の左サイド、いい距離感の中でパス交換しながら一度相手には当たりましたが拾い直して岸本のクロス、この浮いたボールをバケンがこぼれて西矢、リフレクションありました、押し込んでいく、柿田が飛び込んでいきましたが一発で裏のスペース、柿田がスッと抜けてきた、ボールを収めて中に入れるバケンが後ろから来た、宮代シュート、高木がここはしのぎました。いやー、オフサイドもなかったんですね。さあ裏で一発、カカと渡辺がボールを追っていきますが、あっこは渡辺前から絡んでいく、スローイン早いリスタート、さあイサーシュートを狙ってきた、今のところですけども島だったんですが、まあ、その年に生まれたサポーターたちとの交流、ラブポルティスというポーズを生み出したのも野村です。この位置からバケンが狙う、強烈なミドルが来ましたがここは高木がしっかりとセーブします。かなりレンジが長かったんですが、そうですね、宮代バケンがの関係の中でですけどね、はい、前向きでね、いい形で前にスペースもできましたし、まあこれ触らコーナーキック、鋭いボール中央、カカこぼれたシュート、宮代叩き込みました。先制は徳島、セットプレーからゲーム、まずここカカですよね、はい、ジャンプするタイミングも素晴らしいですけど、このハーフボレーの中で宮代、まあ、このシュートの正確性と抑え込む力ですね、素晴らしいシュートでしたね。うまくタイミングを測りながらその三沢へ、どうしても、ね、ボールを奪われた後のリスクは高いですけどね。クロスが来る、ディフェンスラインの村、こぼれ球長澤、さあ押し込めるか、シュート、町田が仕留めました。ゲームを振り出しに戻しました大分。サイが効いた、本当にすごいシュートでしたね。ここもハーフボレーしっかり抑え込みました。徳島の先制点もね、このシュートのこぼれ球だったんですが、はい、このシチュエーションですので、うん、そして試合終了の笛が吹かれました。先制したのは徳島。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification